皆さんこんにちは、渡りぐるびです。今回は、ハーツ・オブ・アイアン4現代モッド、ロシア・プーチン編、続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナ、日本、フィンランドと併合を続けてきた中、NATO が参戦して、中国を加えて全面戦争状態に入りました。その後ですね、NATO 軍はアメリカ軍を中心に一気に攻勢をかけてきて、残念ながら、ロシア中国連合軍は崩壊しつつあるというのが現状になります。今はですね、ルーマニアからは完全に撤退、モスクワを防衛するための準備を始めています。一時はね、ルーマニアを通り越して、クロアチア、ハンガリー近くまで迫ったんですが、残念ながら、領土は失ってます。同じくバルト三国もですね、エストニア、ラトビア、リトアニアと、すべて併合したんですが、残念ながら押し返されているという状態です。今お話したのが、欧州戦線、ヨーロッパの戦線になります。続いて、トルコの戦線なんですが、残念ながらですね、トルコも中国、ロシア陣営として参戦してくれたんですが、完全に NATO 軍の前に敗北という状態ですね。アフリカではエジプトが我々の味方になってくれたんですが、これも同じく敗退してます。そして、中国なんですが、残念ながら、NATO の支援を受けた台湾軍の前に、主要な沿岸部の都市を全て奪われているというかなり厳しい戦局になってます。これを盛り返すために、ロシア軍としては、精鋭中の精鋭、スペツナズをサポートとして派遣したんですが、もうこれをね、中国に置いておく余裕がなくなりまして、スペツナズは現在、モスクワを防衛する、その準備に入っています。では、ゆっくり時間を進めていきましょう。モスクワを絶対に死守する。そのためにはですね、やっぱり戦力が必要になるので、ルーマニアから引き上げた戦力、これをモスクワに配置していきたいと思います。あとはですね、再三お伝えしている、もう参戦はあまり期待できないんですが、インド、ここですね。インドとはもう継続的に貿易を行ったり、関係のより進化を図っているんですが、今のところまだ参戦の兆しないですね。あとはロシアと関係の、近い、ウズベキスタンなんかにもね、積極的に外交を行っていくという方針、ここは変わらずですね。さて、サンクトペテルブルク。ここが敵の強襲上陸を受けてます。しかも、強力なアメリカ軍ですね。サンクトペテルブルクはですね、皆さんご承知の通り、モスクワに次ぐ、ロシア第2の都市と言われている、最重要拠点の一つなんですよね。ここは絶対に奪われないように、部隊を送って、サンクトペテルブルクの防衛に当たりましょう。はい。サンクトペテルブルクなんですが、ここの敵の上陸阻止に失敗しましたね。貴重なモスクワを守る戦力なんですけども、これを派遣してでもサンクトペテルブルク奪還に向かいます。フィンランドの方も敵の上陸を許していますね。そしたらですね、もう予断を許さないという状況を通り過ぎて、どうにもならない状況にいよいよもってなってきたので、ここはですね、日本からの撤退を行いましょう。残念ですけどね。これはもうしょうがないですね。ウラジオストクだけは守ります。それ以外の日本駐留部隊は全て撤退します。モスクワの防衛に入りましょう。モスクワがですね、アメリカ軍に強襲される恐れが出てきましたので、もう予断を許さない状況。これを通り過ぎて、もう危機的な状況というところになってきてます。さあ、サンクトペテルブルクでロシア軍の、再編した部隊ですね。ルーマニアから撤収した部隊とアメリカ軍の部隊との激突が始まります。これ何としてもアメリカ軍を抑え込まないとですね、もうこの後、ロシア本土を守る部隊は全くないので、ここを突破されるとモスクワまで本当に一気に強襲されますね。ドネツクの方にも敵が迫ってきてますね。まあ、ドネツク、マウリポリ、この辺りは何としても死守したいところなんですけども、まあ、どうしても敵の方が兵力が多そうですね、こうやって見るだけでも。さらに女性も戦場に投入したんですが、それでももう人的資源が枯渇してます。モスクワを防衛する部隊をサンクトペテルブルクに派遣して、なんとかアメリカ軍のね、進撃をここで食い止めたいところなんですけども。ちょっと厳しそうな情勢ですかね。ドイツ軍の進撃を受けてモスクワがちょっと危ない感じになってるな。一度ここで日本の状況を確認します。日本からは撤退したので、じきにね、敵がこの日本を奪還しに来ると思います。すでに九州、長崎は敵の手に落ちましたね。ウラジオストクにはまだ部隊、一部隊だけですけど駐屯させてあります。海軍はもうだいぶ前に壊滅したのはお伝えしている通りですね。さあ、突出してきているドイツ軍のこれは、装甲車部隊ですかね、この速さだと。早めに潰しておきましょう。退路を断ちます。この道を通ってアメリカ軍が急進してくる可能性があるので、これ早めに潰しておきたいですよね。続いて、ノルウェーと戦っていた一番ね、最北端にいた部隊。これももう撤収します。モスクワの防衛に回りましょう。まあ、フィンランドを放棄する形になりますね。では、もう持てる戦力すべてを投入しました。もう本当にね、裏も表もない。全戦力、全兵力、これを投入した状態です。人的資源もないので、新たに戦力を用意することも難しいという中、戦いの推移を見守っていきたいと思います。モスクワが完全に敵に包囲されてしまいました。もうここからの挽回はちょっと難しいですよね。まあ、反省点を探してみるとですね、まあ、序盤、日本、ウクライナ、フィンランド、ここの併合まではすごく良かったと思います。無駄な手もなくですね、戦力も失うことなく領土の拡大をできたんですが、やっぱりね、アメリカ軍が参戦してきたときにロシア軍の兵力不足、これが露呈してしまったというのと、 NATO 軍は次から次へと参戦国が増えてですね、兵力がとどまることを知らなかったんですけども、我々の方は、まあ、ロシア軍、中国軍、まあ、それにトルコ軍っていうところしかなくですね、どうしても人的資源をはじめ兵力不足に陥ってしまった。これをやっぱりね、防ぐにはインド、ここにもうちょっと早く働きかけて日和見させるのではなくて、中国、ロシア陣営としてインドを参戦させる、これが多分必要だったんじゃないかなと思っています。まあ、とはいえですね、何度もインドには参戦を促したですが、それでもね、こういう状況になってしまったっていうところですね。残念ながら、モスクワ、これが陥落というところになっています。最後、アメリカ軍の猛攻を受けているというところですね。ロシア軍もですね、まあ、持てる最後の戦力を投入していますけども、まあ、もうここまでね、NATO 軍、ブラジルがね、結構頑張ってるんですよね、今回ね、この世界戦では。この辺りとの戦いに、残念ながら、勝ち得なかったというところですかね。はい、モスクワ壊滅です。ロシアは降伏。ではですね、戦争の状況を確認しましょう。まあ、主要国だったロシア、トルコ、さらにはですね、イラン、エジプト、このあたりがもう降伏というところですね。中国がまあ、孤軍奮闘を頑張っているというところだと思います。ポーランド、フィンランドが、とてつもない超大国になりましたね。中国ももうこれ、どうでしょうね。NATO 軍の攻撃を受け止める力はないと思うので、中国もまあ終焉ということになると思います。まあ、なんとかね、プーチン編リベンジのリベンジ、またちょっと機を見てやっていきたいなとは思うんですけども、今回はここまでにさせていただきます。